皆さんこんにちは、イラスト講師タカでございます。今回はですね、こちら塗りのバランスが取れない5つの理由というところでお話しさせていただくんですけども、このね、絵の左側なんですけども、こちらがですね、なんか全体のこの印象っていうかね、バランスが調和が取れてないみたいな感じがするんですけども、一方で右側はね、なんか見た感じもパッと見の印象も左よりは良くて調和が取れてる風に見えますかね、というので、実はですね、私もこのね、昔は左側みたいな感じの色塗りをしてた時期もありました。そして私だけではなくて、こういった塗りについなってしまうっていう方結構ね、いらっしゃると思うんですけども、これ実は、はい、影のね、影色の選び方っていうのがすごく大事になってきたりもします。で、実はこの2つの作品って影の付け方自体は同じなんです。同じ素材使っています。なんですけども、影色の選び方が違う、プラスアルファがあるんですけども、というところで、はい、右側の文章、影の付け方が同じでも影色のコツを知ればこれだけ変わります、というところで、今回はね、この内容を見ていきたいと思います。まずポイント1、配色になるんですけども、配色はね、明度のコントラストをとにかく意識します。明度のコントラストってあるんですけども、色っていうのはね、色相、明度、彩度という3要素から成り立ってるんですけども、その中でもやっぱりね、明度というのがとりわけ大事になってきます。で、明るい部分と暗い部分をしっかりと作るっていうのがすごくポイントでして、悪い例っていうのはね、配色時点であまりね、明度差がないんですよね。これね、ちょっと見ていくんですけども、やっぱりこう配色、色選びっていうのはね、こう白黒バランスなんていう言い方もするんですけども、構図とか絵とか配色デザイン全部そうなんですけども、ここは絵の白い部分、明るい部分を担う要素、ここは暗い部分を担う要素っていう考え方が基本的にはあります。なので今回もこういうトップスとか肌とかがおそらく今回の絵における白を担う要素になります。そして髪の毛とかスカートっていうのが黒を担う要素になりそうだなっていうのがあるんですけども、そういう時にこう自信なさげになんかこうふわっとちょっと暗くする、ちょっと明るくするみたいな感じで持っていかずに、もう思い切ってね、ここ明るい、ここ暗いみたいな感じで、特に配色時点ではやっていくと。見えつけるとどうしてもちょっと収束するんで、コントラストっていうのは。であるんですけども、これちょっとね、グレースケールで見ていくとこういう印象なんですね。どうですかね、色が入ると分かりにくいとこもあるんですけども、グレーで見るとやっぱりこう右側っていうのはすごいはっきりしてると思うんですね、全体的な階調が。それに対してこう悪い例はなんか全部がこうグレーシュで、もちろん濃淡は多少あるんですけども、悪い例はこの時点でね、こうメリハリが弱いかなって感じますかね。はい、ということでございます。さあ続いて2つ目のポイントなんですけども、固有色と陰影っていうのがございまして、まあ固有色ってのは配色した時の色ですね、と思ってくれたら結構です。で、固有色が明るいパーツはね、比較的影を弱くします。で、固有色が暗いパーツの時は比較的影を暗くするとまとまりやすいです。で、この悪い例っていうのは全てにおいて濃い影をつけてるんですね、実は。はい、そうするとこういう見栄えになってくると。で、逆にね、全ての影が薄い方っていうのもいらっしゃるんですけども、まあそれもね、まあ、同じような話ですね。で、ここが本当に大事なんです。私これ結構やらかしてました。なんか全部同じような気持ちで、どのね、明るい部分、暗い部分もどのパーツも同じような感じで影つけてるという風になるんですけども、これもね、見ていくとトップスって明るい感じだったんですけども、なんかめちゃめちゃ影暗くしちゃうとか、肌とかもね、これちょっと暗くしすぎですよね、もうね。で、顔とかもなんか輪郭ちょっとこう影つけちゃったりして、もう結果としてなんかもう全部同じように暗い感じがするんですね。で、一方でこう右側の良い例なんですけども、トップスは見てわかる通り影しっかりつけてるんですけども、淡めな影色でも十分影が入ってるってわかりますよね。で、肌もちょっと淡めみたいな感じなんですけども、いや、一方でスカートとか髪の毛は割と
はっきり濃いめの影をつけてるという風になっております。これまたね、グレースケールで見ていくとこういう感じです。わかりますかね。悪い例はもうなんていうか、こう全部が全部影が同じようにきつく入ってるんで、ちょっとこうガチャガチャして見えるっていうか、はい、これが積み重なっていくとね、本当に絵はね、もうガチャついてくるんですね。一方で良い例はシワはしっかり入ってるんですけども、トップスはそのちゃんと白い感じで残ってると思うんですよね。でやっぱりスカートとか髪の毛はしっかり暗い感じで残ってると。で悪い例もね、一つ一つのパーツで見ると悪くないんですね。例えばトップスだけ見るとかなると、それは素材イラストとしてすごくメリハリがついてる状態です。明るいところから暗い階調まで使ってるんで、なんで単体として見ればおかしくないんですけども、全体として見るとちょっとね、調和に欠けるという、ここの感覚が難しいです。このキャラで見る場合はキャラ全体として見て、明るいとこと暗いとこをしっかり使えてたら OK という感じで、要素要素で全部こう成立させようとすると、全部がくっついた時にもうぐちゃぐちゃになっちゃうというのがあるんですね。ここでだいたい失敗しているということになります。続いてですね、こちら見てまいりましょう。3つ目、1影と2影以降の影色。ここもね、めちゃめちゃ大事だし、実は難しいとこです。というのはですね、1影は比較的暗くても良いです。さっきはね、こうまあ明るい部分は明るめの影色とか言ってるんですけども、まあそれが大前提で、ただその上でもね、1影は比較的暗くてもまだなんとかバランス取りやすいんですけども、問題は2影以降です。2影以降はやや薄めにつけた方がまとまりやすいです。1影でしっかりね、全体のバランスを作っておいて、2影以降はディティールみたいな感じでつけていく印象ですかね。で悪い例っていうのは、全ての影が濃いんです。2影とか3影も使ってるとこあるかもしれないんですけども、全部濃いと、なんかその1影でせっかくねバランスもまとめてたのが崩壊しちゃうんですね。2影の影響も強すぎたりして、もう全部の主張が激しくなって、どん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 ガチャ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 なっていくと。はい、一方ね、こう右側の良い例は、まあ、シャツとかはちょっと2影濃いとこも入ってるんですけども、まあ、スカートとか見てわかりますかね、この辺ね。2影っていうのはかなり薄いんですよね。1影でしっかりバランス取ってるんで、もうこういうぐらいでいいんですよね。特にこういうなんていうか、間に入れる影とかあると思うんですけども、そういうとこがね、もう目立っちゃうとね、はい、もう大体悪さするんで、こういうとこですね。悪い例は2影のこういうところも全部濃いんで、もうどん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 絵がくどくなっていくと。髪の毛とかもそうですね。もう1影があって、ハイライトとかもね、まあ、本当の真っ白のハイライトつけるときもありますけども、ちょっと明るくするぐらいだったら、うん、まあ、こんな明るくせずにもうちょっとこう馴染みのいい色で、特に2影以降ねは少し1影よりも弱い影にしていくっていう印象でやっていくと、とてもいいかなって思います。これ結構大事かなと思います。続いて4つ目のポイントなんですけども、締めの明暗なんですけど、これはね、以前の動画でも似たような話はしてるんですけども、ここでもやっていきましょう。固有色が薄い部分は全体として淡くなりやすいので、落ち影等を濃くつけて絵を締めるっていうのをやるとバランスを取りやすいです。一方で固有色が暗い部分は重くなりやすいので、ライティングを使って絵を締めると、まあ、これはやったりやらなかったり絵柄にもよるんですけども、一応どういう話かというところで見ていこうかなって思います。左側が締め前、右側が締め後なんですけども、まあ、例えばこう足のこういう落ち影とか、まあ、首とか腕の落ち影とかですね、髪の毛の落ち影も一応今回入れてるんですけども、もうこういうとこの落ち影とか、こういうのがズバッと入るだけで、全体はこう明るい感じ、肌はね白い部分を担う、明るい部分を担うという風なパーツだったんですけども、やっぱりそれだけだとちょっと抜けて見えるんですよね、絵がね。やっぱりそう、全体明るいけど、こういうとこできっちり締め影を作ると、スカートのこのね、胸の落ち影とかもそうですし、リボンの落ち影とかもそうですね。はい、でこういうとこをうまく締めていけると、絵というのがめちゃめちゃいい感じになります。でこの締めるという部分を、ついこの立体とか陰影の初めの方で濃く濃くつける、あの悪い例みたいに、それが失敗なんですよね。はい、
やっぱりこちらっていうのはその締めるという感覚があまりなくて、ただただその影を濃くして影濃くして暗い色を使おうとしてる、それがあんまり良くないんですよね。ここで締める、落ち影とか接地面で、逆にこうハイライトとかもね入れてるんですけども、ハイライトとかも入れてピカッと明るくすることで目立ったりもします、絵はね。まあそういったところでこの締めてメリハリをつける、そして階調も幅広く使う、でも全体としてはやっぱり明るい部分は明るく見える、暗い部分は暗く見える、これがねポイントになります。これも難しいですけども、はい、ぜひねできるようになるといいかなって思います。そして最後にですね、全体の光源、以前にね光源を合わせましょうみたいな話あって、あれにちょっと近いんですけども、やっぱ最後にですね全体の光がどんな感じで当たってるかなみたいなのを強調する感じなんですね。というところで最後に全体の光源の方向を意識してライティングをして雰囲気を作るとさらにクオリティが上がりますというところで、左側が調整前、右側が調整後となってまして、これ具体的に何をしてるかというと、ちょっと見ていきましょうかね。これ実はねレイヤー3枚だけ使ってます。レイヤー1つ目でちょっと逆光チックにしてます。これは定山使ってるんですけども、色自体は紫系の色を入れてます。ちょっと雑ですね、入れ方が。はい、雑なんですけども、こういうちょっと紫系の色を入れてそれを定山にしてます。で真ん中をしてますね、逆光っぽくしてるんで真ん中暗くして、こう外周部は特にその色をね入れてないという感じになってますね。はい、ちょでこれを定山にして 20% ぐらいで入れてましたから、さっきね、まあこれは好みでいいと思います。でなんとなく逆光っぽくして、次に外周部を明るくしてます。これは加算発光で白で入れてますかね。そうすることで外周は明るく内部が暗い、いわゆる逆光表現になる。で最後にこれはこれも加算発光で周りをねエアブラシでふわーっと明るくしてます。グロー効果みたいな感じで、別にこれはやり方いろいろあると思います。このやり方は結構力技なんで他にもいいやり方あると思うんですけども、こういう例えば隙間の部分とかこう外周部とかにこう加算発光の白でこう入れていくことで、ちょっとなんかこうより逆光を強調するというか、こう股とかね、はい、光がこうこっからパーッと出てる感じになるんですよね。まあ、それでまたちょっと面白い表現ができるというので、それを薄く入れてる感じです。はい、この3つをこれはやってるんですけども、そうすることでね調整前から調整後たった3枚レイヤー使って簡単に調整してるだけなんですけども、かなりこう見栄えが変わるというところで、こういう最後の調整帳尻合わせというか仕上げというかね、今回はね逆光チックなんですけども、まあ順光とか斜めから光源来る時も少しこう環境光みたいなものを強調すると面白いかなって思います。ということでですね、今回はこのね塗りのバランスが取れない5つの理由というテーマでお話しさせていただきました。内容としては主にね影色の選び方というところなんですけども、はい、これがね分かるだけで劇的に絵は変わるので、影の付け方はできてる、影の付け方できるということが本当大前提にはなるんですけども、結構影は分かってきたけどでもなんかねこう絵にした時バランスが悪いんですよねっていう方は、本当にね今回言ったこの5つのポイントね押さえていっていただければと。でこの5つのポイントっていうのはキャラに限らず背景とか一枚絵でも同じことが言えます。絵の基本なんですねこれ、結構なのでぜひねこのスキル身につけていってくれたらと思います。ということで今回はこの辺りで終わっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。